皆さんこんばんは。マウント&ブレードワーバンド2やっていきたいと思います。さあ、前回のそのまま続きでやってるんですけれども、とりあえずね、兵士を集めなくては。大変です。ボロボロです。ちょっと急ぎね、部隊の編成をまたするしかないですね。兵士採用します。ほい、買い物しましょう。買い物するって言ってもね、物を売るだけなんだけどね。ちょっとだけ売らしてもらって、802L、930L、ま、ちょっとぐらいこう買ってね。ほい。で、次はクラロニグ行こうか。やべ、ジェロモスが追っかけてくる。なんて野郎だ。買い物する。また1000あるでしょ。これ売っちゃいましょうね。どんどん売ってもいいでしょう。よし、こんなもんか。フェイスガード付き。あれ、これ誰か装備できる？できんじゃない。よし、装備しよう。さあ、ここら辺の細かいもんを売って、売る。ロドバへ寄る。兵士採用する。ちょっとね、スタルジアで行きたいよね。買い物する。で、売る。肩パッドもういっか。うちは、ああ、もう1000か。はい、売る。さあ、次、マサダ行こう。にしても、舞台作っても大したことねえんだな。やられちゃうと、結局あれになっちゃうからな。いいのか悪いのか。扱いが難しいっすね。やべ、またすぐ、またすぐ線いっちゃうから。フォーリン行く。買い物する。肩パッドとこれ3打ったらもう十分なあれになっちゃうでしょ。はい。こんなもんかな。1026。てか持ってねえじゃん、フォーリンさん。さあ、どんどん集めていこう。あれ、フォーリンで俺兵士宿った？宿ってないね。よしよし。急げ急げ。買い物する。1000あるね。はい。ほいほいほい。ほい。売る。兵士採用。あ、どんどん雇っちゃうよ。さあ、拷問行っちゃおう。追い上げ34か。あれいいかもしんないね、倒すには。さあ、部隊を編成して、まあ、取ったところですぐ取り返されちゃうと思うけどね。はい。1000ですね。はい、これ買って、買って。兵士採用。で、追いはぎ。せっかくだから追いはぎやって。どちらかだと。で、ここでちょっくら経験値をいただきます。アタック！あー、馬部隊だいぶ減った。やっぱね、登ってる最中、きついよね。やっぱ俺、鈍器持った方がいいかもな。追いはぎどこにいる？おう、いるね。そう、こういうメンツにはね、全然いいんだけどね。来るので、おい、ほら、ご両親もいけるんだけどさ。よいしょ。危ない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 。さあ、農民たちやられないでくれよ。ほい。あ、てててててて。めっちゃ食らってる。さあ。大丈夫でね。あ、痛い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 。もう、あと頼んだだな。よし、やったね。
どこ行ったと。ああ、いいんじゃない？壊滅したでしょ。オッケーオッケーオッケー。負傷者ゼロね。で、城攻めどうなんだろうね。なんか弓矢そんな打ってる気しないんだよね。なぜか。そう考えると、どうしたらいいんだろうな。弓を打たない。困っちゃうね。ん？フルベック？どこで軍隊集結させんのよ。ウテライム、それよりもウテライムだよ。まあ、弱い兵士で戦ってもしょうがないからね。部隊を強化しないとね。で、派遣するとどうせやられちゃうから、私が指示を出さないとというところですね。さあて、昔みたいにさ、気軽にあれができなくなったよね。ふいっふいっふいっ、よし、危ないでしょ、危ないでしょ。はい、外す。はいはいはい。追いはぎじゃな、経験値大して上手くないからな、難しいとこですね。あと、ドンキ武器か。いいドンキ武器買いたいな。やっぱ、キリよりも叩いた方がいいや。あの、敵の兵士、硬いからさ。特に重装備だから、ドンキが効く。お金はあるからね。ちょっといい武器買っちゃおうか。それありだね。よし。ちょうど町これから向かうからね。あれ、俺町向かう予定じゃなかった？ここか。町に向かう予定ですので、追い上げ26か。追い上げるもさ、山賊やった方がいい気がするんだよね。できれば、集まってくんねえかな。10になんない？ 10 になん、あ、いや、12だ。いいね。いいでしょう。ま、これもね、サクッとね、戦争終わらしてね。敵の衛兵51か。うちのさ、約60ぐらい使ってさ、半分しか減ってないってことじゃない？ねえ。おお、おお、大間さんの頭当たっちゃったじゃん。なんてことしてくれんだ、お前ら。え？なんてやるだろう。痛い。うわ、行け。うわ、オッケーオッケー。またレベル上がったね、一人。よし。新兵のレベル上げていこう、どんどん。おう、入りたい。よし、いいでしょう。よし、いいでしょう。入りましょう。あ、素晴らしいね。今、とにかく、戦力を鍛えるのが大事です。追い上げも、またそっち行く。そっち行かれちゃうと困るんですよ。ソウルチャージと。そういけ。もうここら辺は作業ですよ。よし。追い上げさんはどこにいる？ほら。ラーラー、引け引け引け。そうよ。馬に引かれるだけでも痛いんだから。ラー、立ち止まっちゃダメね、お馬さんは。馬部隊は走り去っていくついでにね、切りつけるみたいな、そういう感じでいきたいよね。で、途中途中でこう打つと。当たってないけどね。当たってないですけどね。ダメだな。つけ、あ、あ、ひでえな、今何発当てた。
ああ、また2人ランクアップ、OK。よし。戦士が、兵士に。これどっちかだよ。多分熟練じゃねえかな。俺の予想。あ、これよ。この硬さよ、いかにも。間違ってた、やっぱ。あれな、上半身裸のやつで戦いに行ったらね、勝てるわけないよ。守るもんないんだもんだって。で、宿屋で選びますよ、そりゃ。あ、なに？入ってくれんの？入んないじゃない。これは？あ、入りたいの？いいよ。よし。若干、逃げてね。若干逃げてるよね。ね、兵士採用、取引だな。で、ここら辺のやつ売るでしょ？全部売るよ、全部。ああ。で、この売ったお金プラス、で、ドンキ武器ない、ドンキ武器。カタフラストロ、メイス。8000のやつがあるけど。8000のしかない？8000のしかないね。両手剣。これでいくか。8000のメイスいただきます。よし。さあ、いい買い物をしたと思いたい。で、76まで復活したでしょ？ちょっと行ってみるか。敵が復活してんじゃねえかな。どれぐらい数復活した？今ので。85になってるわ。ネモスが歩兵53か。ネモスやっちまおう。69いたね。危ねえわ。え？裏切り者の軍隊？え？どういうこと？まあいいや。やろうぜ。よし、ここは慎重に行きたいところ。裏切り者のネモスって何でしょうね。なんかやったのか、あいつ。ボーマン！ボーマン結構いるね。あ、少ねえな、でも、ボーマン。そしてなんかさ、すげえ声が反響してる感じがするんだよね。なんでしょうね。まあいいけど、敵あそこにいんだよね。こっちに移動させよう。敵向こうの奥にいんでしょ。はい、アーチャー、ムー。極力歩兵はあんまし戦いしたくないね。馬部隊で多少蹴散らしたいとこだけど。さあ、敵はどうだ。あそこら辺にいいんじゃない？いない？あれ、全然いなくね？いた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 。よし。ちょっと後ろ寄りで。さーて、いましたね、あそこに。うちの部隊が合流するまで待ちましょう。インフェクトリーモーブ！ここで待ってなさい。敵の親玉があそこにいるね。動いたっぽいね。よし、動いたっぽいですね。さあ、突っ込め。あんまし歩兵やられないでほしいとこだよね。ぶっ叩け。よし。あ、いた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 、リーダーいた。あいつだ。うろ、26。振り向きざまのドンキを食らえ。ネモス、いただきだぜ。やっちまえ。うろ、ぶったたけぶったたけ、ひた
つらに叩け。ドンキの力を見せろ。よし、崩れたな。あ、当たんねえか。ほら、こういう敵にやっぱ効くからさ、ドンキ。127よ。これよ。捕虜です。いただきます。はいはい、とりあえずレベル上げとこう。はいよー。帝国新兵。弓にあげるか。スタルジア兵士。こっちだ。戦士を兵士へとランクアップしろ。82に復活したのやだな。39の48。また倒していくか。増やされると面倒だ。バドモスの部隊が40いるね。大丈夫かな、これ出てくる？出てこなかった。よし。さあやっていこう。出てこい。ステークホース。ああ、馬が左に行ってる。アーチャー。アーチャー。ムーブ。おい。さあて、うちの部隊も横から行っちゃうよ。さあアタックしろ。あれ、お偉いさんじゃない？お偉いさんか？違った。そう、行け。裏行け行け行け。ほい。これね、絶対当たんねえんだわ、多分。短い。ほい。短いけど食らうと痛いかんね、俺。裏。裏。食らうと痛いのよ。T。K。T。K。T。あ、痛そう。見た今の。よく平気でいられんね。ボロボロよ、あんなもん食らったら。倒れちゃうよね。あんなよろけるところじゃないと思うけど。あれか？ほら。はい、引く。ただ引くだけでいい。これが馬の恐ろしさや。あれ、もういない？なんかすげえ向こうの方逃げてるね。いるのかな？いる？馬で走ってるみたいだけど、いるのか？あれ、いない？どこ行ったの？残り。やったね。まあ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 。ああ、4人やられた。はい、もう全部捕虜、全部。持てる捕虜、あ、大丈夫だね。弓にして、新兵を戦士、ブリガンドが、追い上げになった？フォルクス。なんかわかんないものにランクアップ。よし。オッケー。いただき。さあ、そろそろ落としたい。一個ぐらいそろそろ落としたいよ。また人数差があるからね、多分ね、これ無理だと思うんだよね。87。パワーバランス的にはね、勝ってんだけど、やっぱちょっときついよね。どうにかね、あの、コンパニオンの部隊いるじゃないですか。あれと一緒に城攻めしたよね。勝つでは勝っときたよね。そこが難しいところ。民兵が50。レベル民兵なんだよね。歩兵30。ウクライムのこの守備隊が多分ね、強いんだよ、これ。39っているじゃん。これの数を減らせば多分民兵は大したことないんじゃないかな。バドモス来たわ。ああ、来たわ。
たわ。両方同時に、両方同時にやる？やろうよもう。しょうがねえ。あっちゅう、それは、それはよくない。そういうのよくないよ。倍以上。ちょっときついんじゃない？一体一体相手にしないときついかもしんないね。あー、膠着状態。100いくつか。きついんじゃねえかな。あいや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 。あいやー。あいやーですわ。なんだよ。全部来たわ。え、うーことしてくれんねえ。いや、取りに来てる。取りに来てるぞ。おお。取りに来てんなぁ。どこ逃げようか。こっち逃げようか。来てんねぇ。え？深追いすると危ないぞ。ねぇ。深追いすると危ないですよ。深追いするとそういう形になっちゃうと危ないですよ。入ってこれないでしょこれ。間に多分この状態だと。よし59だけ。よし来た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 。戦争です。46と7、100いくつか。こいつ倒した後いけるかな。ついてこい。 Everyone follow me! Follow me!そうだね。敵2倍に相手にするとパワーバランス同じぐらいになっちゃいそうだね。それはちょっと気をつけたいところ。あー、どこら辺に置こうか。難しいとこだね、配置。あー、うまい具合に隠れてますね。アーチャー、おいで。さあ、森の中隠れちゃって。出ておいで。出ておいでよ。さあ、じわりじわりと行ってこうか。よし、ちょっくらちょっかい出すか。ちょっくらちょっかいを出しましょう。うわ、防御された。さあ、いけ。あ、いいねいいねいいね。馬部隊をちょっと削りたい。裏痛い、一撃入れていく。結構ね、多分うちも被害出ると思う。裏、オッケー。裏、馬乗ってんのだな。これが厄介だ。おいっ、どこ行った。裏、オッケー。170いくつ。裏、10、大して食らってない。かけろ、あべ、ごめんね、味方に当たったわ。よし、52。倒せ、倒せ。裏、よし、オッケー。さあ、王様も捕まえちゃおう。ダメだ、全然城攻めできねえ。とにかく捕虜していこう。ただそのうちこれあれだね、槍にしてレイダーこれになっちゃうのよ。強戦士にすると帝国弓、正規弓、志願兵入れてもしょうがないね。入れてあげよう。16も入れてあげよう。うーん、11でも入れるか。石膏入れるか。ちょっと数多いね。志願兵。もうそんないらないわ。よし。で、このままここやっちまうと。おお、食ってこい、食ってけ。はい、戦争です。46ならね、突撃しちゃってもいいと思う。Everyone, charge! さあ、行こう。普通に飲み干せるね。さて、どこにいるかな。敵のね、総大将の狙うは首よ。
どこだ、どこにいる。いいね、道を示してくれている。出際どこだ。お前だな、リーダーは。いざ一騎打ち。はい、外す。防御してくんね。いい馬乗ってんじゃないの。え、待ちなよ。ほら、バドモスさんよ。一騎打ちしようぜ。ほら、届かない。短い。ほら、頭だ。あとは体だ。お、ほい。あ、向いてる方向全然違う。私が最後は決める。やるじゃねえか。うら、いけ。おい、けえな、やっぱアドモス。え、めっちゃ硬くねえ、お前 HP どんだけあんだよ。ああ、なんてこった。やってくれたよ。これ乗れる？乗れねえって、これなんて野郎だ、まったく。行きな。いやー、向こうのが乗馬スキル高いんだわ。はい、やっぱ適度にね、こういうのと戦った方がレベルの上がり早いね。ただね、それでもね、はい、志願兵削って城全然落とせないわ。てか他の部隊何やってんの、マジで落としてないよね。どこも進んでないよね。こんな頑張ってんのに困っちゃうね。片っ端から叩き潰してんだけどね。足りないようだよ。はい。あ、これ初めて戦う人ですね。戦争です。さすがにこの数はね、突撃はちょっと やめようね。はい、ついてきて。はい、ついてきて。敵真ん前にいるね。問題はここ、何？川ある？もしかして。川？湖やんね。ちょっとやだね。ここだな。よし。ちょっと近づいておびき寄せるか。おいで。ここまでいけるでしょ。おいでよ、おいで。当たってるでしょ。ほい、当たっていく、当たっていく。来た、来ました、来ました。あ、いいよいいよ。私が狙うは騎馬部隊だ。うら、レベル上がった。うら、出るか。うら、行け。逃げてんな。舞台崩れるの早くねえか。さあて、馬上で弓か巻いて、はい、当てていく。あ、意外と何人かやられてんね。そして短いから当たんないわ、やっぱ。よし、行け。ほい。あー、外す。あれ、なんか馬だけ走ってんね。ほい、はい、当たんない。やっぱ弓だな。よし、はーい、この辺、その辺。よし、いただき。一人やられたか。はい、捕虜で、こうやってやってまたレベルアップして、もうこれの繰り返しよね。熟練兵、多分ね、本来はね、あの舞台うまく掴んだと思うんだよね。上限超えてんの？それ困っちゃうね。これも削っちゃえ。
ああ、部隊を分けてもどうにもなんねえしな、今更。一緒に行動できんのかな？部隊分けた後に話しかけて、ついてこいみたいな。そんな感じで軍勢作れればいいんだけどね。ああ、なんかやってんね。新兵雇ってるわ。109に増えてるし。早めにこれ落とさないとさ、守備隊が54ってきついんだよね。パワーバランス一緒だ、無理だわ。ああ、いつになっても落とせないわ。どうする？いつになっても落とせないですね。どうしたら落とせるかな。とりあえず、オックスホールにさ、いるんでしょ？ユニークキャラが。ロタエとオックスホールにいるから、ちょっと回収した方がいいかもしんねえな。ロタエってどこだろう？あ、ここじゃん。ちょっと回収しよう、仲間。そっからだな、ちょっと。で、一旦部隊をまた形成して、はい。で、ちょっとその後話しかけてみようか。ついてこいみたいにできるか。ちょっとね。うちの部隊だけじゃ無理だ。これ。全然また部隊整えてさ、守備隊増やされてさ、一生同じように続くというね。ああ、渡ってこう、渡ってこう。多少の不利はものともしない。うい。いてえな。いてえな。さあ、挟み撃ちだ。うら。一人振ってぶん殴ってくぜ。うら。逃げらんねえんだから。うら。痛いだろう。さあ、痛いだろう。さあ、痛いだろう。さあ、倒せ。頭を、かち割っていく。あ、外した？オッケーオッケーオッケー。全滅したね。ちょっともう一回部隊作らせよう。はい、全部もう振ろうよ。売ればいいお金になるんだけどね、正直。よし、ちょうど あれが近いでしょ、街近いでしょ。よしよしよし、行こう。多分ね、途中途中でね、脱走されてんだよね。まあそれでも、まあ、しょうがないでしょう。少しでも敵の戦力を割いといて、どうにかして敵のあの部隊集結させた人が4人しかいないね。途中途中逃げてんでしょう。で、ここにはいないから、物を売って、あれ？こんないい？そっか。俺のあれかな？はい。あれなんかさ、すげえいい、高品質な武器あるけど。どうしちゃったのこれ。はい。意外といいもん拾ってたのかもね。はい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 。全部売っちゃおうね。全部売っちゃいましょうね。はい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 。さっくりと、きれいさっぱりしちゃいましょう。よし。あれ、これも高いね。なかなかに。こっちの方がいいんじゃない？あれ、6000もしん。うわ。まあ、剣2つ持っててもらうか。すげえな。1万5000もするけど。ドンキがこれしかないんだよね。もうちょっといいドンキ欲しいな。で、ロタエに行きたかった。ロタエ、ロタエ。ロタエ行くついでにフェナがやっとく。お久しぶりです。戦争です。
いやーもうずっとこの無限ループするわ。まあ唯一無限ループしないといえば私のレベルが上がることぐらいかな。あー何あれ、向こう橋かかってんね。橋の向こう側に今馬見えた気がするけど、ここあら、あやべ、目の前いました。はーい、目の前いました。ちょっと待ってね。はい、整えて。ほら。はいはい。はい、攻めて。いて。さあ、曇ってギボ部隊。当たんないんだってばよ。いて。あー、痛い。頼むぜ。まあ剣が細いからね、残念ながら短くて当たんないよね。まあその分弓で削るしかないね。よし、結構うちの部隊も犠牲出てるでしょ。しょうがないね。よし、はい、逃がさないようにして。はい、適当に撃っても当たる。はい、当たる。はい、当てていこう。はい。はい、よいしょ、OK。そして、ロータイ行く。いや、マジでこれ、捕虜にしても全然さ、うちのお偉いさん方何やってんのかね。お？ドルジーナ。コスト100。盗賊を正規兵にするには、規律化が必要です。規律化か。よし。5人いるね。5人いてこれで6人になるでしょ。あれ捕まえたっけ。で、これがまた多分逃げられるんだよね。ロタへ行ったらまたその捕まった人、あれにしよう。また舞台作ってもらって、どっかで合流してみよっか。これ、あげとかないとまずいかな。乗馬これじゃ上がんないって。運動性まだ大丈夫ね。統率力もまだ大丈夫。魅力、取引、悪行、これ上がんねえじゃん、もう。あー、とりあえずこれ上げといて。医学、もう全然これ上がってない気がするんだけど。助けるってよくわかんないね。管理、あ。全然だった。もったいないことしてた。あれ、もうポイント足んなくなっちゃった。なんてこったい。足らない事態が来ると思わなかったね。で、舞台は？これは無理なんだね。はい、入れてあげよう。さあ、ロタへ向かって、はい、いるそうです。はい、いました。参加させる。で、舞台編成じゃねえわ。クランで、舞台を作ります。はい。海賊の頭を、授けよう。あとね、すぐ放り出しちゃうとあれかもしんないんだよな。ちょっくらウルフェザンなんちゃらとかこれあげるよ。強戦士もこれ間違ったわ、やるやつを。これもあげるか。バタニアもあげるよ。ほら、こんなもんで頑張ってくれよ。で、部隊分かれました。エリンシャ部隊、話す
キャプテンお久しぶりです。あれ？あれ全然じゃない？一緒に戦う的なことできない感じ？これ。そういう感じだな、これ見ると。困っちゃうね、それ。よし。やっぱ自由に動かすしかないのかな、これ。オックスホールへ向かってるでしょ？ボルトを表示で、詳細。どうにかして、これ指示出せないの、これ。追放じゃなくてさ、追従できねえんだ、これ。多分。しょうがねえな、これ。どうするじゃあ。とりあえずこの後オックスホール向かうか。こうやって舞台分けさせちゃおう。で、そんなこんなしてる間に敵の舞台復活してるでしょ？どうしたもんかね。どうしたらいいね、モス。教えてよ、俺に。俺に道を示してくれよ。ねえ。どうしたらいいですか？ねえ。どうにもならないんですよ。Everyone, charge! まあ、馬部隊がこんだけいりゃ突撃すればなんとかなるでしょう。あ、いいね、いいね。いやー、かっけえな、やっぱ騎馬部隊。いいですね。ああ、いいですね。素晴らしい。おっと、あれ、あいつ嘘だろ。待ちなよ。うら、90、痛えだろ。さすがに今のは効いただろ。うら、ネモス。リーダーはやった。うら、行け。行け。行け行け。どうした、敵固まっちゃって。え？ガンガン行こうぜ。うら。ガンガン行こうぜ。よし、崩れたな。当たんない。ダメだね。仕方ないから撃つ。撃つ。撃つ。よし。こんなもんだろう。影響力とかはね、簡単に上がって。今上がってくれてるよね。士気も高いんじゃないですかね。多分。予想では。で、ここら辺雇っといてね。あ、でも71だね。食料の多様性が全然ないわ。あれ、意外と食料なくなってきた？なんてかさ、食料なくね？穀物しかねえんだけど。これ大問題だね。大問題だわ。食料買ってこ。食料買って、ね、取引。で、ちなみにめちゃめちゃ強いドンキねえかな。いや、これが最高級なの？他にもこんな7万いくらとかあるけど。ないんだな、ドンキ武器の強いの。弓はあるけど扱えないからね。困っちゃうね。まあ、とりあえず食料の種類がないとのことなので、増やしましょう。士気が全然一向に戦っても上がんないね。なので、オリーブ、魚、ぶどう、お肉、バター、チーズ、これも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 。めっちゃ重くなってない？まあ、これぐらい買えばいいでしょう。あれ、75にしかなってないね。意外と少ないね。で、やっぱ兵士採用しとかないとやべえかな。よし。で、とりあえず向かうべき場所は、オクソール。
ちょっとね、舞台回収しないといけない。あ、増えてんね。いいですね。バタニアの名に捕まり。意外とやられてんだよね。多分どっかでやられてんじゃねえかな。俺あんな頑張ったのに無駄になったかんね。ここ守備隊少なくね？ここ。守備隊33しかいねえけど。これ意外といけるんじゃねえか、ここ。まあ敵の部隊がいるからあれだけど、いなきゃいけっかもね。あ、ちげえわ。ベロン城全然ちげえわ。戦争中のとこじゃねえわ。こっちだ。全然いけなかった。ペンカノクとかやばそうだな。ここは？あれ？ここさ、12しかいねえけど。ここ落とせんじゃん、これ。やってたわ。やってた。ちょっと待って、どういうこと？俺いつの間にかさ、守備側回ってんだけど。何これ、守備側回ってるってどういうことこれ。あれ、何が起きたこれ。おっと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 、これやべえんじゃねえ。ってか普通に勝てねえだろ。おお、待て待て待て、どういうことどういうことどういうこと。おお、ちょっと待て、どういうことだ。謎の戦いになったぞ。あれ、退却できないんだけど。退却ボタンデッドすの。マウスカーソルってさ、おお、どういうことだよこれ。このパワーバランス崩すの難しいと思うんだけど。退却できないね。あ、なんかできるようになったけど、バグった。何があったのこれ。あれ？あ、全然違えわ。301いたわ。うわぁ、なんかすげえ失った。何が捕虜12じゃん。ちげえよ。衛兵数301いたわ。でした。検討してみるよ。なんか上がった。なんでしょう。とりあえずもうオクソール向かおう。マジでうちの部隊何やってんだって話なんだけど。隠れ家見っけだね。とりあえず味方をとっとと集めよう。でさ、もしかするとさ、今のやつでさ、ちょ、軍隊派遣でいいや。あれじゃない？誰かしら仲間いなくなってない？はい、引っ張って引っ張って。よし。はい。で、オクソール向かって仲間入れて。あ、なに？お！やったね！やってるわ。いやー、苦労した甲斐があったかもしれない、俺が。ちびちび削ってたのが。なんか手柄取られた感じがするんだけど。よし、10台いるな。ちょっとね、もっと入れないとダメだね。はい。入れないといけないし、クエストもやっぱ受けた方がいいんだよな。やっぱクエスト受けるか。最初からあの即戦力雇えた方がさ、城攻めするときに再び行けるんだよね。
舞台参加で、また舞台分けちゃおうか。はいはいはい。で、私自身が敵の将をこう捕まえておくことによって他の部隊が動きやすくなるかもしれないね。で、せっかく部隊分けれるんだから作っちゃえばいいじゃんっていうことよ。デューダさん。で、デューダさんに誰与えるってなってもそんないないんだよね、与える人たちがいないんですよ。勝手に増やしてもらうか。いや、しょうがねえな。こうバタニア系入れてく？しょうがねえ。親木も入れてあげよう。もう、こんだけ持ってけ、泥棒。頑張ってくれ。よし。ちょっと12しかいないけど、申し訳ないね。うちも一回やらかしたからさ。落ちたね、一個。やっと。でもさ、撃てないも落とすとさ、落としてもさ、本来落とすべきはさ、まあこの我が拠点が壊れるわけでしょ？当然こういうさ、とこになるんだけどさ、こうね。ただこれ300ってさ、ありえねえ数いたよね。俺一人じゃ絶対落とせないじゃんね。まあそこら辺はまあゆくゆく考えていくとして、とりあえずまたクエスト受けとこうか。クエスト受けつつ、ちょこちょこちょっかいをかけれたらいいかな。ここきついよな。首都のすぐ近くにさ、お城があるってさ。まあでも、しっかりとこうやって取ってくれてるんでね。で、逆に言うと、このウテライムの近くにいて、この城を確実なものとするような感じの方がいいのかもしれないね。要は敵取り返しに来るでしょ？そこを、ちょっと叩くみたいな。感じの方法でもいいかもしんないね。まあ、とりあえず次回は、ちょっとオックスホール。で、ちょっとクエストの中身見ようか。パワー474。これパワーってなんだね ?162。これパワーある方がいいんじゃない？救助、デイハー。援助、あ、援助か。ちょっとクエストだけ、高価な原材料。仕事を続けられない。これは？キャラバンの声高いけどめんどくさいんだよね。これ次回じゃあ、バディカントさんの。これまたどうせね、誰かがね、あれでしょ？やり合ってでしょ？売っちゃいけねえよ、みたいな。取り決めがあるんだよ、みたいな感じで多分あると思うんで。で、まあ、どっかにお届けするような感じになるかと思います。まあ、敵国にお届けしろとか言ったらね、もうダメなんですけど、まあまあ、どっかでしょう。うんね、ここね。プラベンドとかね。ロバートへ持ってってくれ。オスティカンへとか、そういう感じだと思いますので。まあちょっとずつね、貢献度稼ぎながら、次ちょっと、あそこ取っちゃったんで、ちょっとここら辺ちょっかいかける。要は、陣を引けば、敵寄ってくるわけよ。で、それこっちに意識を向けさせないようにする。せめてね、戦争が終結するまでにね、一個取った状態に、一歩でも進みたいとこですよね。これ取り返されて休戦しちゃうと、結局何にも進まなかったってなっちゃうんで、せめて、一つ。一回戦争するごとに一つ。取る勢いで、行けば、いつの日かは、統一できるんじゃないでしょうかっていうね、感じなんですけども。まあ、その頃には、うちのクランのレベルも上がって、多分、持てる部隊の上限も上がってくると思うんで、そうするとね、一人でがっつり100とか200くらい持てるようになるのかわかんないですけど、一回で落とせるようになるんじゃないかなと、思いますので、まあ、ゆっくりと遊んでいきましょうというところで、今回はここまでにしたいと思います。また次回、お楽しみに。さよなら。